こんにちは。区長に聞くの時間です。今回は文京区の文化の魅力発信ということで、成沢区長にお話を伺ってまいります。区長どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。芸術の秋ですけれども、はい、文京区は文化の香り高い街として、区内の皆さんも非常にこう誇りに思っていらっしゃるかと思うんです。けれども、この文化芸術の分野で今年度。 また、新たな取り組みを行っているそうですよね。うん、はい、あの、その前にですね。まず、区が策定しているアカデミー推進計画についてご説明しておきたいと思います。文京区はご案内のように。まあ、江戸時代からそのざまな。 優秀のある神社ですとか大名庭園ですとかがまこの地に残っている江戸の歴史の色濃く残る町でありますと同時にですね森尾外ですとか夏目漱石樋口一葉といった明治の文豪たち多くの文人たちがこの地に住んで多くの名作を残したま近代文学発祥の地でもありますでこういったことを大切にするとともにですね区内にま現に住んでいらっしゃる方たちがご自身のためにもそして地域のためにも このの地を学びの場ととししててて活用いいいいいったただきたいなという,ふうに思います文京区をですね区内丸ごとキャンパスにというのがこのアカデミー推進計画の基本理念ですけどもこういう考え方のもとですねこの地でさまざまな学びの中から新しい交流を生んでいただいてそして新たな価値を創造していってまさに文の都を区民の皆さんに実感していただきたいなということでアカデミー推進計画というものを作っています。 区内まるごとキャンパスにとは非常に素敵ですよね、はい、そうですねで、そのアカデミー推進計画ですけども障害学習スポーツ芸術文化観光国際交流などの分野に 分かれていますでこの5つの分野をそれぞれが頑張ることはもちろんですけどもそれを相互に連携をさせて一体的に推進していくということで相乗効果を上げようということです。で区民の皆さんはもちろんですけども、えー、区内の大学や企業に通ってらっしゃる方そしてさらには仕事や観光等でこの地を訪れてくださる方たちそういった人たちがですね全てが学びに出会ってそして交流をすることができて豊かな時間を過ごすことができるような地でありま たいというのがこのアカデミー推進計画の中身になってきます。まあ現在平成28年から32年の。 が計画期間となっているアカデミー推進計画に基づいてさまざまな授業を行っていますけれどもこのちょうど計画期間中に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会もあるということで開催都市の一員としてですね機運情勢に取り組むとともに将来の文化局そして区民の皆さんにとってよくオリンピックでいうレガシーをしっかりと後世に引き継いでいくということも今回のアカデミー推進計画の中では重要なテーマの1つになっています。 非常に楽しみですよね,で,すね、はい、ではですね、はい、今年度新たに始まったというそしてこれからご紹介いただく事業もその計画を踏まえたものということですね,ですね、はい、今年はですね8月にみんなで親しむノープロジェクトというものを 行いました区内には「豊生能楽堂」という、まあ、都内の能の拠点の一つがありますし能の魅力を知っていただこうということで能楽鑑賞のイベントやバックステージツアーそして字幕付きのスマートグラスなどを装着した能楽鑑賞体験など小中学生と高校生とそのご家族を対象にした授業を行いました。400人近いいい方にに参たただききましたけれどもな、まあ、なかなか農はあのとっつきにくい伝統芸 のでもあってあの大人の方でもですね、えー、見てもわからないわという方たちは数多くいらっしゃると思うんですけども、まあ、小さな時からまあそういったことに親しむことによって日本の伝統文化をしっかりと次の世代にもつなげていくことができればなというふうに思います。例えばク、えー、クラシックバレをを見てです、ねまあ、セリフもも何ににないのにあらすじを 前もって知って読んでいて、まあ、頭の中に入れてみるとバレエの深みが出ますよねそれと脳も同じでただあの見るだけじゃなくて少し学んでから見るとあ,あの表情はこの意味なんだというのが分かりますよね。でですの,であの おーまあ、あの今回は豊証、えー、流の家元にもご協力をいただいてですけどもあのこれからいろんなことに発展することが可能だなというふうに思います脳、えー、を通して、まあ、子どもや若い人たちが、えー、初めてそれを見ることでなんかその想像力だとか想像性だとか感性だとかを育んでもらってそれがその新たなその保存や継承などにもつながっていくかもしれないし、えー、新たなその芸術への気づきにつながって くれててるんだううなといいううに思っていますアカデミー推進計画の芸術文化芸術の分野にこれは該当するわけですけどもこれから外国人旅行客いわゆるインバウンドと言われる人たちも東京2020大会に向けて数多くの人たちが来るだろうというふうに思っていてオリンピック・パラリンピックの期間中はスポーツ文化を提供するだけじゃなくてこういった日本の良さを文化プログラムとしてご紹介していくことも大切なことなんではないかなというふうに思っています。 今お話をいただいている文化芸術の分野なんですけれどもあのノープロジェクトの他にもですね、ええ、また新たな取り組みというのが始まっているそうですよねはい。あの漫画のちはやふるというものを一つテーマにするんですがご存知ですかそうですねかなり人気の漫画ですよね,そうですねあの競技カルタをテーマにした、はい、しかも映画化もされましたしねこれと文京区何か関係があるんですか、はい、実はこの漫画ちはやふるを発刊しているのは 文京区にある講談社という出版社ですそれと、えー、区民の方でもおそらくご存知ない方が多いんじゃないかと思いますが、えー、全日本カルタ協会の本部が文京区にあります、えー、文京区大塚にはカルタ会館という会館もあってですね。実は文京区はカルタにも非常にゆかりのある地 ということができますで、これらのご縁からですね、今後カルタの街文京ということも発信していくことができるんじゃないかなと思っているんですで例えば競技カルタの体験のイベントですとかこの千早フルの との漫画や映画とのコラボレーションなどが行えたらいいなと思いますし、文化や観光国際交流など多方面の事業に展開することができればなと考えています。カルタの街文京ですか。はい、あのそういえばですね今年に入りまして小学校でのカルタ体験会ですとか、ね、エコカルタの募集など、はい、あの区内でもいろいろカルタ関連のものっていうのはありましたよね。はい、そうなんです。七、えー、月にはですね全日本カルタ協会や東京アズマ会のご協力をいただいて今お話の 大塚小学校でですね、カルタの体験会が行われました。で、競技カルタのルートを説明するとともにですね、えー、前のそのカルタクイーンを出らした坪田翼さんによる模範試合なども行われて、子どもたちにとっては非常にこう関心を沸き起こすようなイベントにすることができました。で、まあ来年1月には衛生文庫の副館長によるカルタの講演会ですとか、あとは小正学でカルタに関するイベントも行って、まあ、年間 間を通してカルタ関連のイベントを行っていきたいと思っていますまた区政70周年記念事業として文教エコカルタを 今小学生から募集をしましたのでこれから発表してそして、式とといいいう形になっていくと思いますかるたの町、文教、さらに盛り上がって、はいきそうですね,ですね、はい、あの区ではそういった新しい授業のほかにもですね誰もが芸術文化に親しむことができるように例えば秋の文化祭ですとかちょうどこれからの時期でさまざまなその区民の皆さんたちが実際に参加をしていただく区民大会も数多く行われることになっています。 もう秋の文化祭毎年行われていますけれども、はい、今年はまたさらに盛り上がっているようですねそうですね今年は苦、ま、戦、あ、70周年の年ですから、まあ、記念イベントということで、えー、稼働展やあ茶会が、えー、秋の文化祭にいつもスタートなんですけれどもそのプレイイベントで、まあ、稼働茶道連盟の皆さんたちに協力していただいて稼働のワークショップやお茶会を日ご祖細川庭園の小生格で体験していただきました。またこれ以外にもででですね初動店ではあの地下2階の区民広場で 非常記号のパフォーマンスあの書道連盟の先生たちによるものをご覧いただけますし絵画展でも文教美術館の先生方によるワンポイント講座のようなものも今年は特別にあの区民の皆さんたちにも参加をしてもらう形で行われることになっていますで区ではこの他にもです、ね、例えば民謡ですとか洋曲ですとか合唱ですとかの集いや大会を毎年行っていますので、まあ、そういったものになかなかあの自分も趣味で例えば民謡好きなんだけどこれまで参加してなかった 個人の方でも区民の大会ですから参加することができますので皆さんにもぜひご参加いただければありがたいいなと思いますもう多彩にある文化資源を大切に、はい、そして、かつ有効に活用していつでもどこでも誰でもが学んで交流でできたらいいですよね,そうですねあのまさに区内丸ごとキャンパスにという考え方のもとで豊かな学びと交流を生み出すような街にこれからもしていきたいなと思います。